自分が扱う商品群の前に立つウジェーヌ・ボバン。ウジェーヌ・ボバンとはフランスの古物商。日本では英語経由で紹介されることが多いので、英語風に友人ボバンと表記されることが多い。ボバンは19世紀後半に南米に興味があるコレクターや博物館等を相手に主として南米の古物を売っていた業者である。当時はヨーロッパで、 南米の古物について一種のブームのようなものが起きていたのだが、特に1860年から1890年頃にかけてはこの分野の主たる業者として活躍していた。ただし本物の考古学品を扱うのと並行して偽物を作って本物に混ぜて売るなどという不誠実なこともしていたらしい。あまり詳しいことは知られておらず、謎も多い人物。 メキシコで古物を扱う店を構えていた過去があり、1870年、五郎にはパリのリュジュ・ソムラール・ソメラール通りに、1882年、ブール・バール・セインとミヒ・エル・サン・ミッシェル・大通りに店を構えた。1884年から1885年にはメキシコに戻り店を開き、1886年にはメキシコを離れた。 無性オナシオナルでアントラポラジアに偽物を売ったことがバレてメキシコを離れなければならなくなったらしい。短期間ニューヨークに行った後1887年にパリに戻りマントルージュやモンルージュで店を開いた。なお、自分の店で商売を行うのと並行してアメリカの研究者の会議に参加したりパリでの国際博覧会にも参加した。民族史学会。 人類学学会等の会員にもなった。ただし、ボバンは考古学者や探検家というわけではない。売っていた品々は自分自身で遺跡などで考古学品を発見して手に入れていたというわけではなく、あくまで人付けで手に入れていたらしい。もともとボバンが売ったとされるクリスタルスカルなおボバンはクリスタルスカルが本物なのか偽物なのかが問題になる文脈で、 そうした品の昔の売買記録を追跡する中で言及されることが多い。大英博物館に展示されているクリスタルスカルはもともとボバンが売ったものであり、同博物館が同品の調査の結果を公害することを職員に禁じているのでどうやら偽物だと判断され、ボバンがその偽造の仕掛け人だろうとみなされていることが多い。カタカナではユジェーヌボバンでもよい。 フランス語で単語の最初にある場合の EU は日本語のうと、ゆの中間的な音なのでうとも、ゆとも書かれうる。ありがとうございます。